聞いてる？ジュース何にするかって聞いてんだけど。ジュースだっての？僕だって減ってるよ。でも金がねって言ってるだろ。活動のためにな根性見せません。ほら、腹に溜まる炭酸だ。これで我慢しろよ。カツサンドだったらものすごく頑張ってこの坂登れます。突っ切って裏門から出てしまうぐらいです。そうですね。カツサンド、プールの飛び込み台。はい、おはようございます。待ってたんです。はい、これからは。ジャメナ、アフリカ、チャド共和国の首都。チャド湖の北東。
と約100キロに位置する都市、人口ん、それじゃあどうしたら。いじめっ子？でもそれだと先が続けられないの。掃除できたの。とっても綺麗でピカ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 だととっても気持ちがいいの。これなら床に座ってもスカートが汚れないの。もうちょっとだけ待っててね。もうお昼。たくさん眠れた？そうなんだ。よかった。うん。たくさん読めたの。お弁当食べる？それじゃあ半分こ
こして食べるの。午後からまたここにいるつもり。うん、また明日。頭も変で保健室が道に迷って、それで岡崎ってお前なんてことするんだよ。誰と間違ったんだよ。この学校で授業をサボるやつなんか僕と岡崎以外いないじゃんよ。は？図書室？そんなのあったっけ。あんたにだけは言われたくないけどね。も紹介してください。提出中ってなってるけど本当に美少女なんだよね。で本読んでるんだよね。よーし、僕が今外の世界に連れ出してあげるからね。
いました。くん、完璧に無視されました。話しかけても口説いても本読んでるだけで一切反応しやがりませんでした。そんなんじゃないです、他にもいろいろやってみたし、その辺の本片っ端から床に落としてみたり、しまいには本棚ごと押し倒してやろうかと思ったけど床から動かなかったし。くそ、何者っすかあの女。音美、そうか、あいつが一ノ瀬琴美ってわけだね。有名人でしょ、模試のランク表見たことあるっしょ、必ずトップに名前があるじゃん。学校一ダメな生徒だねお前。その言葉そっくりそのままてめえに返します。とにかく特別小学生だよ一ノ瀬琴美ってのは。僕はスポーツ推薦、あっちは成績優秀者だよ。しかも全教科10位から落ちたことがないってガリ勉女だからね。ま、僕の趣味とは違うね。全国模試でだよ。うちの学校じゃレベル低すぎるから授業免除で勝手に自習してるって話さ。出席日数さえ足りてれば何やっても多めに見るってことだよ。噂だと部活にも入ってないし、クラスでもろくに話さないらしいしね。僕らとは別の世界の住人ってことですね。他に用がないなら行くけど。そっちこそ気をつけた方がいいんじゃないの。お前もね。
粗末に扱ったらダメ。古本を粗末。これはここ。これはこっち。それ、そこじゃないの。こっち。あ、ここにある5本も大好きだけど、全部読んじゃったから。これで全部元通り。仲良く並んでいるととっても幸せそう。よいしょっと。お弁当食べる？ちょっとだけ洋風なの。自信作は鶏つくねのベーコン巻き、卵焼き。ちょっと焼きすぎちゃったかも。ご飯ピラフにしたの。ちょっと硬いかもしれないけど。私はお腹いっぱいだから。おいしい？よかった。
あ、お茶買っておくの忘れちゃった。私買ってくる。私のお弁当も食べてくれると嬉しいの。半分こ、うん、半分こ。でもないの。また明日。ともやくん、こんにちは。
シザーズ、フランス語だとシゾー、イタリア語だとフォルビチ、ラテン語だとフォルフェクス、ちょっぴり得した気分になったり、将来ハサミ屋さんを経営するとき商談が有利に、それじゃあどうすれば、ともやくんいじめっ子、女子であるところの本能を引っ掛けた、とっても高度な、この棚は寄り道。ううん、別の本屋さん、別の本屋さん、別の本屋さん、別の、うん、午後1時くらいから、このお店で最後、ここが一番大きいから最後まで取ってあるの。私そろそろ行かないと、他の棚も見たいし。
ご本が濡れてしまったらとっても悲しいの。近いとお金がもったいないし、届くのが明日になっちゃうし、郵便だともっと高くついちゃうし、でも書籍小包みにすれば。え？あ、でも生き物をそのまま送ったら多分怒られるの。そういう問題じゃないと思うの。小さく切ってきちんと箱詰めしないと。バラバラしたい。あ、私これから図書館に行くから。ん？紙やっぱり食べるの？ん？解説希望なの。あ、そっか、とっても面白いの。ん？今日中に返さないといけない本があるし。大丈夫、今日のは自分でも無意識だったから。それに切らないといけないことはもう滅多にないから。また明日。でもまた明日。うん。ともやくん、こんにちは。ん？うん。
曜日。ううん、ああそっか、制服着ないと問題ありなの。ん、もしかして今日から新しい制服？私全然知らなかったの。どうしよう。よかった、この制服お気に入りなの。特に袖口の折り返しがとっても素敵。うん、よかったの。そうなんだ。ないの。はい、これ琴美ちゃん専用なの。うん、毎日毎日鍵を借りてたら司書の先生がプレゼントしてくれたの。それだけじゃないの。とっても熱心だからって名誉図書委員にしてくれたの。私とっても有能なの。毎日お掃除したり、ご本の整理をしたり、それから私名誉図書委員なの。時々鍵をかけ忘れたりするの。本当はね、鍵をかけるのってあんまり好きじゃないから。私のこと、いろいろ。ここは図書室だから、この学校の生徒なら誰でも自由に入っていいの。私、名誉図書委員なの。うん。
ってきてないの。そうなんだ。どっちが好き？ん？翻訳でもいい？それならこれちょっとおすすめ。かいつまんで言うと、人間の意識はアルゴリズミックではなく、コンピューターには置き換えないことを量子力学論的立場から検証する本なの。興奮するの。読んでいると血湧き肉躍るの。普通の小説？これ小説とはちょっと違うけど、いろんな国で大ベストセラー。そんなことないの。子供も大人もみんな読んでるの。たくさんお話が入ってるから。私が一番好きなのはノアの箱舟のあたり。それでね、こっちにコーランもあるの。いろんな国で大ベストセラー。あとこっちがラーマーヤナ。いろんな国で大ベストセラー。どれもとっても素敵なの。うん。それだと、私手伝う。うん、わかった。
ちょっとなら大丈夫かも。私はこっち。また明日。なんでもないの。明日待ってるから。お弁当作ってくるから。ああ、うちのクラス、古川だろ？ B 組だよ。びっくりしました。どうして私の名前ご存知なんですか？そうですか。私も名前教えてほしいです。はい、岡崎さん。岡崎さん、何かご用でしょうか？あ、それが演劇部なくなってました。で練習だけはしてます。はい、勝手に片付けたりしちゃいました。はい、はい。ちょっと早すぎるね。食べ盛りだもんね。好きなの買ってきな。ともやくん、こんにちは。
べよう。たくさん食べれば大丈夫。それでね、私のお箸はこれ。手を合わせてください。いただきましょう。さあ召し上がれ。おいしい？じゃあどうしたら。うん、とってもとってもおいしいの。私いつもお弁当だから。ともやくんのパンも美味しかったの。綺麗になくなって幸せ。ともやくんとことみちゃんと仲良く半分こ。でも半分こ。うん、わかったの。時間が終わるのを待ってるの。午後の授業が始まったらまたここに戻ってきて5本を読むの。外出時間が過ぎたらもう一度来ることもあるけど、大抵はそのまま家に帰るの。県立図書館に行くか本屋さんに行くこともあるけど、ここは私だけのものじゃないから。いじめない？
岡崎さん、こんにちは。そんなことないです。ともやくん、こんにちは。渚です。呼ぶときは人によって違うんですが。渚ちゃん、名字は一ノ瀬。古川です。 A 組。B 組です。 A 型。私も A 型です。照り焼きチキン卵サンド。アンパンです。アフリカゾウ。猫さんです。七星テント。バッタさんです。箱？髪の毛ツヤツヤで羨ましいです。あ、枝毛抜いていいですか？痛くしない。大丈夫です。痛くなかったですよね。うん。はい。ん？でもそういうのは普通、演劇に興味がある人でないと。演劇？涙泣かさないとダメなの？そういう演技が必要な時は泣かなければいけないこともあると思います。私泣きたくないの。泣きたくなくても泣かないといけない時は泣くんです。うーん、渚ちゃんいじめっ子？違います。いじめっ子じゃないです。それに、私も演劇のことはよく知らないですし、人に勧められるような簡単なことじゃないかもしれないです。それに、部員の勧誘はしてはダメなんです。部員募集のビラまで作ったんですけど、生徒会の人に聞いてみたら、もう募集期間は終わってるって言われました。この部室を使うこともいけないんですけど、演劇部を作る準備をしたいと言ったら黙認してくれることになりました。よかったです。はい、それしかないですから。
いいんです、演劇部を作ることを諦めたわけじゃないですから。その前に私自身がもっと勉強しないとって思ったんです。大家族、あ、わかりますか？とっても可愛いの。団子大家族はいつでもみんな一緒なんです。したりもするけれど、最後はみんな仲良しです。団子大家族、好きですか？うん、うん、大好き。放課後は早く帰らないといけないから。ともやくん、少しだけ一緒に歩きたい。今日ね、今日ね、ちょっと怖かったの。初めて会った人と話をするときはいつもそうなんだけど、でも渚ちゃん優しかったの。渚ちゃん、とってもいい人。団子大家族の絵、とっても上手だし、渚ちゃん、ともやくんの恋人？
ここでいいの。ううん、もうたくさん話せたから、続きは明日にとっておくの。ともやくん、また明日。ほら、岡崎、お前は何しに学校来とる？ともやくん、こんにちは。今日はね、中華にしてみたの。それでね、ご飯はエビとタケノコ入りのチャーハンなの。はい、ともやくんのお箸。それでこれが私のお箸。手を合わせてください。いただきましょう。おいしい？量少なくない？そうでもないけど、少しだけ作る方がかえって難しいの。難しいの。でも頑張ってみる。でも通天閣は全高103メートルの観光タワーであって、演芸ホールではなかったと思うの。地下1階にある歌謡劇場は原則として演歌専門だし、最上部のネオンを見ると明日の天気がわかるの。してっていうくらい優しい。
優しくしてくれるの。ああ、今さっき来たところ。外見てみろよ。校門とこ、また来てるんだ。マーニー。ちなみに夢の中でお前と二人で遊んでたよ。で、今日は放課後、付き合ってくれるんでしょ？いや、今日は違うんだな。大丈夫。今日って来ないのかよ。お前も見たいんだろ。そんなこと言わずに手伝ってくれよ。ち、そうかよ。分かったよ。岡崎になんて見せてやるもんか。あんたがボタン預かってくれればあんなことにはならなかったんだからね。あのまま教室出てっちゃった。大丈夫よ、私のペットなんだから。それで何の用よ。へえ、珍しいわね、あんたが私に頼みなんて。逆？何言ってんのよ。別に私は頼み事なんてしてないわよ。ああ、命令って好きだけどさ。っていうか、誰それ。いじめる、いじめる。ともやくん、こんにちは。ことみ、ひらがな3つでことみ。呼ぶときはことみちゃん。いじめっ子？ああ、で、つまりは何なの？
名前ね。で、全国模試トップ10のド天才じゃない。なんであんたとそんなのが知り合いなのよ。あんたみたいな健康低能児がね。いじめる？いじめる？そこ怯えなくていいから。それで私にどうしろって？何？あんた子供を公園デビューさせる親？っていうかいじめっ子？いじめっ子？そこいちいち泣きそうにならない。ふう、その子だってクラスの友達とかいるでしょ。ああ、確かその子 A 組よね。あのクラスってなんか暗いわよね。正直頼まれても困るのよね。冷たくなんかないわよ。頼まれたから友達になるってなんか違わない？だいたい友達ってのは与えられるもんじゃなくて作るもんでしょ。ま、上辺だけの仲良しごっこでいいなら構わないけど。私用事あるから。あっと、そうそう、あたし今日藤林今日っていうの。それじゃあね。お友達。ちょっとだけ。ううん、みんなとってもいい人。どこに行くんだ岡崎？お前4時間目の授業まともに出とらんらしいじゃないか。今日は最初から最後まできっちり受けてもらうからな。問答無用だ。いいからそこにいろ。俺の顔を立ててそこにいろ。頼むからそこにいろ。いいか、授業が終わるまでおとなしくしてろよ。岡崎、お前どこに行く気だ？でたらめ言うな、こら！待て！おやま、3日連続かい？おやおや、そうかい？そりゃまたすごいね。たくさん食べて午後からたくさん勉強しなよ。
いただきましょう。してくれたの。いいのが入ったから買ってきなって勧めてくれたの。学名はスコムベロモルスニフォニウス、英名だとスパニッシュマックレルなの。スズキ目サバ科の回遊魚で、温帯の海に広く分布しているの。出世魚だから成長するにつれて、サコシ、ヤナギ、サワラと名前が変わっていくの。漢字で書くと魚辺に春なの。魚辺に秋だとカジカで、魚辺に冬だとこの城なの。でもね、魚辺に夏はないの。とっても不思議。魚辺にある、魚辺に硬、魚辺に弱い、魚辺に虎、魚辺に今日。そんなことないの。最後の二つは魚類じゃないし。ことだけ守れば大丈夫なの。すべてのテストでできるだけ高得点を取ることと、できるだけいい大学に入ること。ううん、そんなことないの。聞いておきたい授業もあるし、出てほしいって言われることもあるし、それにね、お勉強をたくさんしないと立派な人になれないの。うん、私、小さな頃からずっとこうだったから。来たぜ、放課後。午後から隣で寝てたよ。
ちなみに夢の中でお前と一本のポッキー食べてたよ。ね、今日こそは放課後付き合ってくれるんでしょ。よし行こうぜ。楽しいワンダフルが僕たちを待ってるぜ。って来ないのかよ。って今回はあんた、あーって答えてましたよね。普通引っかかりますよね。それでしかも来ないのかよ。岡崎、お前こんなことしてるとな、僕他に友達作っちまうぞ。くそー。一ノ瀬さん、至急職員室へ来てください。三年A組の一ノ瀬さん、待ち合わせ？一ノ瀬さんが？あなたと？あの一ノ瀬さんと待ち合わせね。あなた、岡崎くんよね、D 組の。有名人よ、角原くんとあなたは、一ノ瀬さんとは別の意味でね。先に待ち合わせたあなたのところにも来ないんなら、一ノ瀬さん、多分もう学校にはいないわね。前にも同じようなことがあったから、多分確実よ。それじゃあね、部活がないなら、あなたも早く帰りなさい。いろいろあってさ。そうだね、行こう。わけわかんねえのあんたです。あんた、まあいいや、バカ言ってないでとっとと帰ろうよ。だから僕を待ってたんだよね。今日は遅かったな、それじゃあ行くかって僕に思いっきり言ったよね。ごまかすと見せかけてすごいひどいこと言ってるんすけど。親友？あ、後にするな！お前だよ、お前！親友だよ、親友！僕たち不良で落ちこぼれだけど、お互い無二の親友だろ？てめえは何様のつもりだよ！こら待って、てめえ！ふざけんな、閉めるぞ！っていうか嘘です、待ってください。他人だなんて悲しいこと言わないで僕と一緒に帰ってください、お願いします。わけわかんないです、あんたの人生だけは。
くん、こんにちは。こんにちは。グッドアフタヌーン？ともやくん、悪い人？変な人？私、夢中だったから今日は待ち合わせのこと聞けなかったし、昨日のこと謝らなくちゃって思っ、せっかくともやくんが私のために頑張ってくれていることなのに、私約束破っちゃったから。友達は誰？あの岡崎くん、あのこれ。でもあのやっぱり放っておくのは良くないと思いましたから。ともやくん、こんにちは。ください。いじめる？明日の運勢占いです。好きなカードを3枚選んでください。一ノ瀬さん、明日は友達ができません。でも占いでそう出てしまったので、スペードのジャックとジョーカーとハートのジャックです。1枚目と3枚目のジャックは個人を意味します。私的にはそのスペードとハートなんですけど、この2つは先端が互いの逆を示しています。つまり個人同士の仲が悪いという意味です。さらに間に来た2枚目のカード、これは個人同士をつなげる役にある人を示します。最悪です。ジョーカーは全てを終わりにします。ゲームの大富豪でもジョーカーが出されればおしまいですから。
の、占いは占いですから、当たる時もありますけど外れる時もありますし、その占いは占いであって予言ではなくて、予言ではないので、その言葉自体の意味は弱くて、そのりょうです。ことみ、ひらがな三つでことみ、呼ぶときはことみちゃん。ことみちゃんですね。わかりました。りょうちゃんっていじめっ子？そんなことないと思います。はい、私でよければ。あの変わった者同士ですか？変な人？あのそれじゃあ失礼します。りょうちゃん、さよなら。はい、さよならです。あ、きっとどこかに置きっぱなしなの。とっても大事な古本がたくさん入っているの。私すっかり忘れていたの。私夢中だったから昨日のこと謝らなくちゃって思ってたから。ん？ともやくんが私のために頑張ってくれていることなのに、私ね、ずっと一人だったから、お友達がいてくれたらって考えたことあまりないから。でもね、この頃はね、ちょっぴり思うの。一人ぼっちはやっぱりちょっと寂しいなって、お友達ができたらなってちょっとだけ考えたりもするけど、やっぱり私には難しいのかなって。ともやくん、また明日。